今日はですね、この新製品の TG ストライクで東京湾のサワラを狙いに来ました。状況はベイトが今いっぱいいて、比較的釣果も出てるんで、ちょっとね期待してやってみたいと思います。おり、TG ストライク 45g、 タングステンですね。とにかくよく飛んで、よく沈んで、早く引ける。今もここ水深 30m ぐらいあるんですけど、早いですね、その狙ったレンジまでが。でストーンって落ちる分、着底も分かりやすくていいですね。今船が流れてる進行方向に投げて、そこ取って巻いてくる感じですね。どうしても船がこう寄ってくんで、多少糸を巻いていかないと糸がたるんじゃって着底が分からないんで、船が進んでる分は軽く糸こう投げた後に巻いてあげると、着底した時にトーンって穂先が浮いてくれるんで、着底分かりやすいです。こっちの払い出し側でやるのもありですけどね、こう船が流れてる方とは反対の方で、逆にこっちはどんどん糸が出てっちゃうんで、スプール返してこうゆっくり糸出していくと着底が分かりやすいです。あとは巻き心地もすごい軽いです。で軽く巻けるってことは浮き上がりづらいってことなんで、なんかまあ上にすぐ浮かないで狙った層をじっくりできるっていうメリットもあります。おりゃ、食った食った食ったぞ。サワラサワラ、やった素晴らしい。 TG ストライク、いや TG ストライク食ってくれましたね。巻いて巻いてドン、一回ね下まで落として、 30m ぐらいなんですけどね、下まで落として、そこからの早巻きで中層よりちょい上ぐらいかなで食ってくれました。やっぱ下から上までスピーディーに探れるんでいいですよね。うわ怒ってる。はい、今回の新アイテム TG ストライクです。タングステンのルアーで、特徴はまずはこのリアバランスですね。でリアバランスにすることによって飛距離が出るし、速く進むで、着底もその分分かりやすいです。トーンとね、下ついた時に着底も分かりやすいです。広く投げてレンジもね、深くから浅くまで探るっていうのにこのリアバランスっていうのはすごい効いてます。であとはこのちょっと特徴的な張り出してる藍ですね。でこれによってこの針との距離が出るんで絡みづらかったり、あとはこうね、サワラって後ろから追尾してきて食べるんですけど、リーダーとの距離が取れるんで食べた時に切られづらいっていう特徴もあります。でまあさっき言ったんですけど、絡まないっていうのがちょっと次元がすごくて、本当に今日一日釣りしたんですけど一回も絡まなかったです。で大物の時はこの針もね、今ちょっと一番手上げちゃったんですけど、針の番手上げた状態でも絡みは今日はゼロでした。でこの絡みがゼロっていうのは、まあ、当たり前に見えて、この手のルアーって結構今まで絡むのがネックっていうか、せっかくいいとこ投げたのに絡んじゃってたりっていうのが一日に何回も起きやすいルアーのジャンルだったんですけど、それを見事に解消しました。本当にびっくりするぐらい絡まないんで、ぜひ使ってみてください。でもあとはまあブレードの形状はコロラトです、ね、でこの理由としてはまあ本当スローから超高速巻きまでどっちも対応できるっていうのと、あとは引き感が多少あります。なんで自分がどのレンジ巻いてるかなっていうのも分かりやすいです。でこの対応の魚種っていうのは基本的に何でも使えます。もちろん今日ねサワラやったんですけど、サワラでもいいし、あとは青物ですね、
稲田ブリとかでもいいし、サーフから転倒して青物を狙うのもありですし、でもちろんシーバスにも使えます。もうとにかく飛ぶんで、もうあの本当どこでもですね、磯でも使えるしサーフでも、もちろんあの港湾部ですごい大きいのベイト食ってる時なんかも使えます。この飛距離と広範囲に探れるっていうのがもう武器なんで、どこでも使ってもらって大丈夫です。巻くだけ巻くだけ、この早巻きもね、もう圧倒的にハイギアが楽なんで、用意できるならやっぱり XG とか、まあ、もしくはハイギア HG とか、それぐらいがいいですね。特に今日は今風がそんなにないから船がルアーに寄っていかないんですけど、風がある時なんかもっとどんどんルアーの方に船が寄ってくんで、そうするとやっぱりより早く巻かないとダメなんで、あとはしっかりドラグを締めておくことですね。最初にせっかくガツンってきた時にドラグが出ちゃうと合わせのパワーがロスしちゃう。まあ 1.5 とかだったらよっぽど、正直フルロックでも取れちゃうぐらいだと思うんですけどね。まあ、リーダーに傷が入ったりもするんで、最初はしっかりドラグ締めといて、で手前で突っ込む魚なんで、手前に来たら、まあ、ちょっと出してもいいかなぐらい。ただね、ファイト中に沖からこっちに寄ってくるときにあんまりドラグ調整をしない方がいいです。テンション抜けちゃうんで、ドラグ出すのはもう手前で大丈夫です。ただね、ドラグも出しすぎちゃうと何回もこの往復がやっぱりサワラも弱らないんで、リーダーに傷入って飲まれちゃってたりするとリーダーに傷入って切れちゃったりとか、そういうのもあるんで、まあ、これが正解っていうのはないんですけど、極力可能な限りで締めておいた方が個人的にはキャッチ率が上がるかなって思います。お、食った。込みでいいかな。込みにする。うわあ。サワラらしい。すごい。TG ストライク、ドストライク、ドストライクです。元気、やった、いいストライクでした。いや最高です。グーグル巻いてドン、ハンドル巻く手が止まりましたね。であの結構ドラッグ示したけどガンガン行ってくれました。 PG ストライク、ぜひ使ってみてください。